トムとジェリーシリーズに多く登場するブルドッグ、スパイクの初登場作品。いつものようにトムはジェリーを追いかけ回していた。トムはネズミ捕りを仕掛けるも、逆にジェリーによって尻尾を挟まれてしまう。しばらく追いかけっこが続いたが、ジェリーの逃げる先には凶暴な犬が寝ていた。ジェリーは犬との衝突を免れるが、ジェリーを追うのに夢中だったトムは犬と正面衝突してしまう。 怒った犬に追いかけられるトムを、ジェリーは笑いながら見ていたが、いつの間にか犬はジェリーを襲い始める。それに安心し、安堵の表情を見せるトムだが、犬は再びトムに襲いかかる。双方で一致する、利害関係と事態の深刻さを重く見たジェリーは、逃げ続けるトムを鳩時計の上へ誘導。ひとまず犬から逃れられたものの、犬がまだ下で待ち伏せているため降りられない。 そこでジェリーは犬を撃退するために、トムに共同作戦を持ちかけるのだった。早速作戦が開始される。時計に捕まったトムが尻尾で犬を挑発し、その隙にジェリーは部屋中に糸を張り巡らせる。ワイヤートラップを仕掛け尽くしたところで今度はジェリーが挑発。犬はジェリーの挑発に乗ってそのまま糸だらけの部屋へ突進。すると、部屋に結びつかれた糸が犬に引っ張られたはずみで、 部屋はめちゃくちゃに。そこへ来たお手伝いさんが荒らされた部屋と全身が糸で絡まった犬を見てカンカン。よくも家をめちゃくちゃにしてくれたね。この大ょ食ら役とた,たず。あれほど家に入るなと言ったじゃないか。犬はうんざり顔でつまみ出されるのだった。作戦が成功して、大満足のトムとジェリー。ところが、トムが座ろうとするとまた尻尾がネズミ取りに挟まれる。ジェリーを睨むトム。 ジェリーは僕じゃないよと弁解するもトムは怒って追い回す。こうして再び追いかけっこが始まったのだった。この作品は1952年6月21日に再公開されており、レオザライオンやオープニングカード、エンドカードもすべて一新されている。劇場初公開版ではオープニングカード及びエンドカードは実写映画と同じものになっているほか、エンドカードは ザエンドの文字と MGM の紋章の間に、アメリカニーズ・ユア・マネーバイ・ディフェンス・ボンズ・アンド・スタンプス、エブリペイ、デイという戦時国際の購入を促す文字があった。また、プロデューサーであるフレッド・クインビーの記載がない。現在テレビで再放送しているものや、DVD で販売されているものは、最高階版であることが、ほとんどとなっている。ありがとうございます。